何これ、どこがどうなってるの。男が女の上に乗っかるんだよ。乗っかって何するの。上の人間が下の人間の脳に直接電波を送るの。子供できろ、我々は子供作る。ほら、それ完全にホラーだから。僕と翔吾くんが結婚すればいいんだよ。結婚って。さあ翔吾くん、僕と結婚して子作りしよう。ベッドの上で抱き合っているとそのうちできたりするんじゃないのか。できるか。なるほど、子作りはそうやるのか。そうと分かれば。え、子作りにはなかなか複雑なプロセスがあるみたいだから、失敗しないように今から練習を。わあ、バカ、何を脱ごうとして。ああ。おかえり、バイトお疲れ様。ご主人、お買い物してこられたのですか。スーパーでセールしてたからね。マスター、マスター、マスター、ご主人、ご主人、ご主人。あー、はいはい、何かな、パピ。パピ、卵を生まれ…なんだ、無精なんか。長谷川小高です。こっちは妹のコバと。私はカレーのステラと申します。カレー。まじまじと見つめないでください、小高様。子供ができてしまいます。先生、ちょうどよかった。聞きたいことあったの。え、子供ってどうやって作るの。そのね、男の人が口で説明するの無理。先生も知らない、うん、そっか、まあ仕方ないよね。先生結婚してないし。まさに納得してる。ところであなた、あなたも面白い流れを持ってるわね。あなた、リーマンを身ごもってる可能性に覚えは。ディアブロに拷問された時だ。あの時に。そんなことはしていません。でも二人きりで同じベッドで寝ると子供ができるんでしょ。この人形使って誰か教えてくれないかな。口頭じゃなければできるよ。確か友達がこの前教えてくれたやつは。もうね、あれ最高だった。確か。エータ、どういうつもり。彼女を差し置いて冬海愛と乳くり合うなんて。バレてる。言い訳なんか聞きたくないわ。キスしなさい。なんで。冬海愛と一緒にいた時間だけ彼女の私にキスしなさい。30分くらい。そんなに長いこと。いやらしいわね。私を妊娠させるつもりなのかしら。何のお話で盛り上がってたのですか。彼氏。あ、よし、世界一の彼氏持ちに私はなる。その後25歳くらいで結婚した。子供を2人欲しい。子供の作り方知ってるの。知ってるよ。フランチキスするとできるんでしょ。医者の次に優先されるのは妊婦なのよ。妊娠しろっていうの。キグ、赤ちゃんの作り方分かってる。期待されてる。好きな男の人とチューするとコウノトリさんが運んできてくれるの。かわいい。そうだよ。チッ、期待通りの答えするのも疲れるわ。当温泉の由来と効能。この温泉に一緒に入った男女は永遠に結ばれる。じゃあ直文様と一緒に入ったのなら。ダメです、直文様。キスなんてしたら子供ができちゃいます。私が京兄と一緒の寝袋で寝ることになりました。こら、何言ってんの。ちゃんと一人一つの寝袋で寝なさい。さくちゃんも京さんと一緒に寝たい。寝たくない。あんまりさくらを困らせてやるな。それに京とさくらを同じ寝袋に寝かせたりなんかしたら子供ができるぞ。できるわけないでしょ、バカマスター。嘘、子供できるの。はん。翔吾お兄ちゃん、今日は一緒にお昼食べよう。ん、ダメだよ翔に。水谷くんと目合わせたら妊娠しちゃう。するか。じゃあ水谷くんの方を妊娠させるつもりなんだ。うん。僕はウェルカムだよ。もしもし、ヒロくん、母さんですよ。40秒後に帰るからね。問題なのは、あ、
こいつらをどう言い訳する。下手をすれば親のいない間に女の子を連れ込んだなんてレッテルを貼られるかも。そんなに見つめられると妊娠しちゃいます。やんやん、出てけ。また電脳サファリで赤ちゃんが生まれたんだ。ああ、今度は9オクトパスの子供でさ、たくさんいるんだぜ。しかし不思議だよな、なんで夫婦になると自然と赤ちゃんが生まれてくるんだろう。え、もしかして知らないの？やり方。何が？やっぱり知らなかったんだ。子作り。ステラ、やっぱり調子悪いよね。本当はね、さっきから体がだるくて、めまいもするし、少し吐き気も。この間のキスで妊娠しちゃったのかしら？え？それはないと思うけど。カズミ、子供の作り方教えて。え、なんでそんなこと。ちぐさは後で教えてくれるって言ったけど、どうして今じゃダメなのかわからない。あのね、それを人前で聞くのは裸を見せるよりもずっと恥ずかしいことなの。裸を見せるより。あ、作るのはこうくっちゅって。この人形2体使って子供の作り方を教えてください。ごめんなさい、これが限界です。あげわかんなくなっちゃった。何これ、どこがどうなってるの。二人の愛の結晶を作りましょう。やめろ。予売ですよ。おい、ほら。予売？言っとくけど、何もなかったからな。まひろさん、ゆうべは激しくて、ここにまひろさんの赤ちゃんがいるの？いないよ。何もなかったって言ってるだろ。エミ。ダメだこりゃ。うわ、ちょ、あかんって。キャー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 。ほら、若旦那、ここ入りゃ。キャーキャー。あ、何それ、どうなってんの。中に袋を作ってある。ミノポヨ、本当に妊婦さんみたい。でへへ。作り方教えて。ああ、私たちの一存で教えるわけには。ねえ、陳佐さん。ええ、カルメルさんとかアラストールさんと相談して決めないと。ん？ねえ、モモランシ。ん？赤ちゃんは作らない？作らないから。作らないの？ベーゼしても。ベーゼで赤ちゃんができるなら、お前は今頃子だくさんだぜ。子作りの方法ってよく知らないよ。いや、これは。どうしよう、子供ができちゃう。昔親父が言ってた。男と女が一緒の部屋で寝ると子供ができるのだ。で、アホか。リボンなのか、ウサ耳なのか。いや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 。触っちゃダメ。え？赤ちゃんができてしまいますから、触らない。ああ、超触りたい。まあ、そういうつもりじゃ。